あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。とりあえずブーナー熱帯雨林、こっちかな。とりあえずここまでたどり着いたのはいいんやけど、こっからあのシーカの遺跡かな、結構近い感じやけど、あっこに向かえばいいのかな。お、なんかまたよくわからないモンスターが、どういう形状になったん、あれ虫系よね多分。こっちか、これをまっすぐ行って、あーなんかここに橋がかかっとるっぽいな。お、なんか来た来た、テラノライナー、なんかすごい、まあ熱帯雨林やけん当たり前なんやけど、木が生い茂ってるな。あ、向こう側にも同じモンスターおるやん。よいしょ、めっちゃ押される。ティラノサウルスとかと同じような感じ。よし、お、こっちか、ん違う、戻りよりやん。こっちじゃなくってこっちで、あの橋を渡っていけばよろしいのかな。うん、よし。あれなんか結構いつまでたってもたどり着かんけど、合っとるよね。おお、角度が定まらん。お、もうちょっともうちょっと、シーカの遺跡。お、ギガンテスかな、あれは。ギガンテス？ギガンテスかな。なんか名前がよく見えなかった。てか名前出とったっけ？なんか結構モンスターさ、色違いのモンスターとかおるけんね。なんか、どの色がどの名前のモンスターやったかとかよくわからんのよね。あれどこやっけ、通り過ぎた、もしかして。だってこの辺よね、地図で見たら。おう、あったあった、これや。へい、シーカの遺跡入り口。お、始まった、早速。なんか今にも崩れ落ちそうやけど。お、来た来た。よくやってくれたアユナ君、君が物を蹴散らしてくれたおかげで僕たちは安全に来ることができた。お、人を盾にしやがって。なんか周りめっちゃ綺麗やね。ここがエリーゴ調査員の言っていたシーカの遺跡なのだろうか。うん、地図ではそうなっとった。ん、あれはなんだ、かなり古い遺跡のようだ。何か文字が書かれているな。めっちゃ周り苔が。これは、この石碑にはベリナード王家に伝わる歌のことが書かれている。ここがシーカの遺跡と見て間違いないな。うんうん、何語なんやろ。だがこの石碑には肝心の刹那の歌の内容が書かれていない。ダメやん。あの女の子めっちゃお尻丸出しかと思った。手分けして歌を探すことにしよう。僕とキャスランは南側に行ってみる。アユナ君は遺跡の北側を重点的に調べてみてくれ。北側、ストーリーが進んだはいいんやけど、お、なんだこの作りは。シーカの間と真実の間、シーカの間っていうところ、あれはモンスター、モンスターやね、人手形すごいなね。どこもかしこも水だらけよ。とりあえずなんかあのさっき見つけたさ、地図上であの辺りの部屋に入ってったらいいってことかな。おお、みんなすごい戦ってる。あー、なんか天井が綺麗っぽい感じ。ほら、あー、なんかそうでもない、あっちの天井綺麗。ん、こっちか。いいえ、水ですが、こっちか。あ、そういえばですね、私ツイッター上でも引用ツイートとしてつぶやいたんですけど、あの10月30日は卵かけご飯の日らしいんですよ。で、まあ、あの大して調べてはないんですけど、10月30日が卵かけご飯の日ってなんかねえ、何なんでしょうね。なんか読み方がそう見えるとか、
別に何も見えんけど。何これ、これは。アイナは石碑の文字を読んだ。我らを治める王家の者よ、歌を覚え、歌を歌い、歌を信じよ。さすれば恵みが与えられん。これは違うの C かな、あっちか。ちなみに私は卵かけご飯に梅干しを混ぜ込んで食べるのが好きです。美味しいよ。騙されたと思って食べてみな。本当に騙されたパターンになる人もおるかもしれんけど。アイナは石碑の碑文を読んだ。シーカを求め、シーカを歌う者には超えるべき試練が立ちふさがるだろう。ふんふん。お、宝箱。あ、これあかんパターンのやつや。ほら、特別な鍵が必要。ん、あっちか。このシーカの間。来た。アイナくん、何か見つかったのか。うん、あれ、私も今来たとこ。あの石碑はもしやあれがそうなのか。わからない。近づきすぎやろ。逆に見えんのやない。おお、この石碑には刹那の歌の内容が書かれている。これで僕は刹那の歌を覚えられるぞ。おお、うわ、ね、うまくいきすぎとは思った。何かしらボスみたいなのが。な、何が起こった。あー、石碑が。う、頭に。我が名はシーカの守り手。歌を見守り、歌を育む者なり。王家に伝わりしシーカを求める者は、その力を我に示さねばならぬ。お、試練的な。く、こんな番人がいるとは。アイナくん、こいつの相手を頼めるか。僕はキャスランを守ろう。ほら、おいしいとこだけ持ってゆく。我の相手をするのはお主か。ならばその力を存分に示すがよい。にゃー、シーカの守り手さん、すごいな。頭に石碑が刺さっとるよ。あー、なんかめっちゃ早い。え、何、カニなのに正面向いて走ってくるの。私は何だろう、ちょこちょこ攻撃をしながら回復すればいいんかな。でも私、攻撃する意味あるんだろうか。すごいな、何今の攻撃。てかみんな体力私より全然あるし。私の体力最高で120とかしかないんか。やべえね。怖い怖い怖い。目がラリってるよ。おお、やばい、魂吸い取った。ロストアタックか。ロストアタック、私もやっつけちった。シーカの守り手をやっつけた。アユナはレベル38に上がった。いつも私が何かをしようとするとみんなやっつけちゃうんだ。お、急激にめちゃくちゃ弱ったね。王家の血を引きし者よ、そしてその志を受けた勇気ある者よ、その力を認めよう。願わくばお主が真にシーカを継ぎし者となることを我は望む。お、なんか本当になんか万人的なね。この役目が与えられとったってことかな、カニには。さすがだな、アイナくん、君がいてくれて本当に助かった。こいつは何かしたのかな。守るも何も。シーカの守り手よ、僕はベリナードの王子として真にシーカを継ぐ者になると約束しよう。よし。何がよし。これが刹那の歌か。おお、歌が頭の中に流れ込んでくる。あー、直接脳内にって感じ。よし、覚えた。早っ。
いつは生きとんかまだ。これで僕は彼女を救える。彼女の元へ急ごう。アミナ君、君にもぜひ立ち会ってほしい。永遠の地下迷宮まで来てくれ。え、またか。お、水の中に戻るの。あの子は生き、え、どういう状態？大丈夫？ってことで永遠の地下迷宮に向かえばよいのだね。え、もしかしてもうあの二人は私たちを置いていたの？ここに出てきた。んで、永遠の地下、ん？ない。とりあえずはルーラーストーンかな。ベリナード城下町へ。よし、今度はちゃんと行けた。んーで、どうだ、何をすればいいんやろ。地図はいいんやけど、お、地方の地図で、ん？ブーナー、違う。あれ？永遠の地下迷宮。とりあえずここから出ていけばいいかな。ここはベリナード領域帯行きの渡しプレ乗り場ですぜ。女王様の統治のおかげでタダとなっておりやすが、乗っていきますかい？ほい。よっしゃ、それじゃあ出発しますぜ。さあ乗った乗った。ベリナード寮来た。雨降りよるけど。永遠の地下迷宮、あっちね。オッケーオッケー。んーで、これは道なりにずっと行けばいいかな。お、オートランになった。よし。そうそう、乗りたかったの。ドルボードに。てかね、なんかすごいどうでもいいんやけどさ。てかまあ基本私どうでもいいことしか話してないけど、なんかよくネット上でさ、なんか芸能人の誰々が劣化したみたいな、秘宝みたいな感じでさ、書いとるのあるやんか。なんかああいうのってよくわからんのやけどさ、なんかその、おぉ、燃料が切れた。しかもめっちゃ走ってきたんだけど。デッドペッカー。ね、私のドルボードの燃料が切れるのを待って、めっちゃぶつかってきたよ。なぜそうそう。秘宝誰々が劣化みたいな、そういう記事がまあよくあるんだけど、まあ芸能人やけんね、そりゃ一般の人よりかはそういうところをね気をつけんといかんのかなとも思うんやけど、思うんやけどね、でもまあ年取るんだから年相応には老けていくじゃんね。しかも別にそんなさ、秘宝とか言うほどでもないし、劣化とか言っても一般人に比べたら全然綺麗だったり全然かっこよかったりするからね。なんかね、誰目線って感じ。お、永遠の地下迷宮でまた同じ部屋に向かえばいいんかな。あの女の子が眠りについていたとこに。なんか最近はね、浜崎あゆみがさ劣化したって話題やけどね、まあそりゃね、一時期の売れとった時期に比べたら老けただろうけど、だって年齢も年齢でしょ。しょうがないじゃんね。みんな老けますよ。何、ロボットを見てるのかいね。人間だもの。三つおじゃないけどそんな感じ。着いたよ。お、なんで後から来るんだ。来てくれたか、アイナくん。来てくれたかじゃないわ。あれ、しかも扉、あそこ開けんかったんか。開けれないのか。いよいよ彼女を助けることができる。これもすべて君のおかげだな。まあね、あなたは別に戦ってもいないからね。ちゃんとここの扉は毎回閉めていくんやね。ここはもう鍵をかける必要はない。さあ行こうか、アイナくん。
お、これでこの子が助かるんやね。またしたな。今すぐ刹那の歌でそこから出してあげよう。ああ、よどんだ時を移ろいたまえ。氷し時を溶け合いたまえ。時は流れ、移ろいゆくもの。誰にも止めることなどできはしない。我が祈り、聞き届けたまえ。ああ、我が祈り、叶えたまえ。あの子ずっと半目やけど大丈夫なんかな。さあ、永遠の水よ、消えてなくなれ。ね、目痛くならんのかな。そういう問題じゃないんかな。これで助かる？お？なぜだ。なぜ何も起こらない。もしかしたら、王家の者というだけではダメなのかもしれませんわね。つまり、この国の王になれない男のあんたじゃダメってことだよ。え？どういうことだ、キャスラン。ああ、バカバカしい。女王相手は無理っぽかったから、あんたに目をつけたのにさ。あ、裏切り。一体何を言っている。よくお聞き。この永遠の水の中にはバサグランデ様という、それはそれはお強い魔物が封じられているのさ。え、どういうこと。この子。私はその封印を解いて差し上げ、バサグランデ様と力を合わせてこの世界を支配してやろうとしてたのさ。こいつは魔物。バカな、僕を騙していたのか。人間かな、この子。そういうこと。私はただ知っていることをさも占っているように見せかけて、あんたに伝えていただけ。お、呆然。こんな芝居までしたってのに、ボンクラ王子のせいでとんだ無駄骨になっちまったよ。ほら、責任を取りな。うお、ぐう。水の中落とされたよ。え？え、これ同じになるんやね。え、やば。この水の中に入ったらこうなるってこと。いいざまだよ。お似合いのカップルだ。王子が永遠の水にとらわれれば、あの冷徹な女王だって刹那の歌を歌わないわけにはいかないだろうね。バサグランデ様っていうのは一体何なんやろ。もうこれで、どうなるんやろ。そして永遠の水の封印は解かれ、バサグランデ様と私の時代が来るんだわ。そのバサグランデ様はどれ。この王子一人じゃ頼りにならないから手伝いも入れろと適当に占っといたけど、あんたは思ったより役に立ったわね。最後の仕事をしてもらうわ。ほら、さっさと女王を呼んでくんのよ。私戦うってんならやめときなよ。そりゃもう強いんだから私は。ん？ギャワンギャワン。あ、そっか、この子最初犬に追いかけ回されて噛まれよったよね。全然強くないやん。おう。痛い痛い。あ。あ。ああ、この子も。そしてなぜそこに落ちたのに、ちょっとずれたところで上がってくるんだ。しかも動きよったよ。ってことは、あの水の中で目を開けとるあの子はちゃんと声は聞こえとるってことかな。オーディス。お、二人とも。遅かったか。よもやこんなことになっているとは。てか中で動けるんならあの子も声とか聞こえとんじゃない。そなたはオーディスのところに出入りしていた旅のものだな。一体何があったというのだ。もうなんか責任を押し付けられそうな気が。なんと、この女占い師が王子を騙して刹那の歌を歌わせたと。お、大丈夫やった。愚かな。わらわの言うことを聞かぬからこうなる。すぐに王子を助けなくては。しかし、刹那の歌は禁断の歌。私はベリナードの女王として、それを歌うわけには参りません。お、歌わないのか。何を迷うディオーレ。お、息子一人助けられるとして何が女王か。あなた。これまで心を凍らせ、オーディスに辛く当たってきたのは何のためだ。古き習わしを破り、オーディスを次の王にすると、お前は誓ったのだろう。お。あなたの言う通りです。実は優しい人やったんやね。オーディスを助けるため、わらわは刹那の歌を歌いましょう。お、歌う。ああ、よどんだ時を移ろいたまえ。氷し時を解き合いたまえ。時は流れ、移ろいゆくもの。誰にも止めることなどできはしない。我が祈り、聞き届けたまえ。ああ、我が祈り、叶えたまえ。お、水がなくなっていく。おお、3人とも。これ、真ん中の女の子も。お、なんか扉が。この扉の奥になんかバサグランデ様とかいうのが。ララ
今回も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。動画の下の概要欄の方に登録ボタンと、あとツイッターのリンクですかね、貼ってるんで、そちらの方もよろしかったらフォローお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。まったねー。